はい、どうも、レジャー木村です。1年ぶりですね。フルサイズの曲あげました。正直うだうだしましたね。もうモチベがないっていうのもありますけど、でもその中でもとてもとても作りづらい曲でしたこれ。本当に今まで曲ってそれこそギターは鳴らすとかドラムバラバラってなって、要はロックサウンド的なのが多かったと思うんですよ。だけど今回ロックどころかだってロシア民謡風の、民謡風ですね、ロシア民謡風の童謡という感じで作らせていただきました。童謡にしてたらちょっと思いっきり広いなっていうのはあるけど、そこはまあ一応解説したいんですよ。本曲に関しては結局それもさっきのロシア民謡風であるっていうことで、そのテイストはだいぶ違うわけですよ。ただ単にそれだからテイストが違うわけじゃなくて、本当に全くテイストは違ってまして、例えばこれ国語の話になっちゃうけど、普通の曲っていうのは大方ね、叙情詩っていうね、その人の気持ちをかたどったそういう歌、恋をしてるとかそういうの多いじゃないですか。それか応援とかで、もう一個ね、実はね、国語の授業で習うの多分あと2つあると思うんですよ。2つ、例えばさっき叙情詩で、次が叙事詩ってあるじゃないですか。これね、叙事詩ってねアニソンに多いと思うんですよ。まだね、その一部のアニソンがそれに当たると思ってまして、要はその神話とか歴史とかそういうのをこう歌ってるという曲ですね。有名なのだと、一応もののけ姫もそれに当たるかと思ってます。要はその神話ですね、要は本当に、そういう感じの歌詞が叙事詩、一応歴史のとか神話のっていうことで叙事詩ですね。でもう一個、これがもう一個は今回のシベリアの雪原に当たるのが、今回の叙景詩なんですよ。景色を歌うという感じですね。でその景色というのを歌詞にするという、ね、これ意外と難しいですよ本当に。これね、曲自体は、草案自体はもう曲とか歌詞に関してほぼほぼ高校の頃作ってて、高校の頃作ったやつあんまり書いてなくて、でましてね、こういうね、ロシア民謡風の曲っていうんですかね、周りから見たら何が魅力っていう感じの曲でしたよ。つっても多分テンション違うから理解されなかったみたいなのもあると思います。でこれ本当はだからね、真冬にあげたかったんですけど、さっきも言った通り本当に時間がかかったんですよ。本当途中でね、作る気なくしたんですよ、マジで。もう全然難しくて、そうだからモチベ合わなかった部分がありますね。はい。でサウンドがとにかくね、今までのギターとベースだけのと全然違ってて、その難しいんですよ、もう本当に。結局ブラス音とストリングス音、ストリングスっていうのはわかりやすく言うと、バイオリン、ビオラ、チェロみたいな、そういう楽器ですね。あれをストリングスって言うんですけど、ストリングスの要はだからもうほぼほぼほとんどオーケストラに近いサウンド、つっても簡易型ですけどね、そういう感じの曲なんですよ。でそれこそベースは普通にロックベース、ロックで使うようなピックベースの音にして、であとこれは本当にね、フルートは本当にね特徴的だと思ってます、自分の曲の中では。はい、なんですけど、そういう感じの、なので、普通に、あとドラムは普通にドラムなんですけど、だからね、本当に難しかった。作るのが。ちょっとでも違うと、本当にだいぶ違うんで、はい。一応曲の解説としては、そんな感じなんですけど、よくあるさ、話なんだけど、歌ってさ、事実を元に作りたいです。できればそうしたいですよ。だけど、そうできない部分ばっか出てくるんですね。今回の話で言うと、シベリアなんですよ。舞台は、タイトルはシベリアですから、シベリアなんですけど、要は極夜、白夜って言うじゃないですか。ずっと一日、ほぼ一日中太陽が昇ってる。で、
その反対の、まあ、全然太陽が昇らない状態を極夜っていうんですけど、極夜っていうのはあの結構ね短いんです、時期が。まあもちろん白夜はそんな長くないけど、極夜も結構短くて、まあ長くても、ね、その2月、まあ、だからシベリアなんて極地といってもまあ北極圏では極地じゃないから、だからせいぜい1月ぐらいだと思うんですよ。でその1月超えた後にようやく太陽ちょっと昇ってくれるみたいな、そういう感じらしくて、でその太陽昇ってきたりしても、だから急に太陽昇ったから春になるかってわけじゃなくて、それこそ年末年始、年末ぐらいにまあその極夜を迎えて、年始ちょっと末ぐらいかな、前後に、まあ要はだからそれぐらいの短い期間だけ一日中太陽昇らないっていう時期があって、でだから太陽はやっとちょっと昇り始めて、ちゃんと空が明るくちゃんとなり始めて春らしいんですよ、向こうって。だからそういうスパンがあるんですよ、あんな時期にスパンがあるんです、スパンが。なんであのこの曲の通り急に春になるとは言わないわけですね。はい、それとあとあのクリオネ、クリオネあの海底でクリオネって言ったんですけど、あのクリオネはまず海底にいないからそこですよ、そこ。本当にあのクリオネってそんなにね深いとこにいないから、ただ歌詞がねちょっと例えばあの文字数が割り当てるのに海底しかなくても、あのそれこそだって海面ってもうだから一回ねあのね水面で踊るって言ってるから、あの流氷が、流氷水面で踊ってて、海面か、いや海面かでもよかったんだけど、いやちょっとこれニュアンス強くするためにどうしたらいいか考えて仕方なく改訂しましたという話で、あ本当だからそこはね勘違いしないでほしいって話で、まあ一応今の話はついでなんで、あの白夜とかの辺はついでなんで、まあそういう風にまあ作ったってことで、はい、まあ一応女系詩ですね、本当に。まあただこれね女系詩って言ってもね 100% 女系詩じゃなくて、ちょっと自分の気持ちも入ってるんですよ、あれね、それこそね。うん、だからそれこそ僕はいるのだろうとか、それなんかその主人公に当たる人が出てきちゃってるから、だから必ずして絵的というか景色だけじゃなくて、景色の中ねを、まあその主人公って言っても、もう曲の詩曲的にはもうね、歌詞的にはもうねシベリアが主人公なんですよ、まずあのシベリアに降り立った僕という人が脇役ですよ、これも脇役なんで、一応そこはね、うん、あくまでシベリアの景色が主役という意味で今回女系詩と言いました。はい、ということなんで、まあ僕はあのその流行ってるポップスとか J-POP とかいわゆる流行歌に景色を歌ってる女系詩ないと思います、これ。本当に僕しか今んとこ見たことないですね。いやもしかしたらね、今ほらインターネットでいろいろ上げてるから、もしかしたら俺作ってるよって人いるかもしれないけど、ちょっとこれ機会、普段ねネットの曲聞かないけど、これもしいたら聞いてみたい、本当に一回プロの人はどう作ってるか知りたいっていう話で、はい、ということで、まあこういう曲ですということで、今回解説が必要かなと思って解説をさせていただきました。はい、ということで、まあ一応ね今回リミックス別バージョンの方のカラオケの方でこの動画を、解説動画を上げてますけども、それもね、もうね、多分、本編の、本バージョンのところでやっても、見ない気がする。うん。ここまで来て、カラオケバージョンまで来て、別バージョンのカラオケバージョンまで来て、初めて見てくれる気がする。解説って。どんなもんじゃん、もう。だって、何やかんや言ってもこれも飾りだから。もう、そう思ってますんで。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけど、今回、シベリアの雪原について、解説させていただきました。はい。まあ一応、今後ね、まあ、難しい曲というか、理解に苦しむような曲があれば、もしかしたら解説はいるかもしれませんが、はい。まあ、いらなかったらないでいいよね、っていう話で、まあ、やってますんで。はい。ということで、以上、レンザの木村でした。まあ、今回の曲ね、
どうでしたでしょうか。ということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。します。